皆さん、おはようございます。レアのミラクルボーイ、キングタクです。一人親世代についてお話しします。一人親世代。たまに政治の話をしますね、私は。たまに。政府の一人親支援の場合は、まあ、これまで3回、児童扶養手当を受給する親世帯などを対象に現金を給付したそうです。3回目は今年3月に子供一人当たり5万円の給付を決めた。このほか、就労するか職業訓練に取り組む場合、住宅の貸し上げに上限4万円を無利子で貸し付ける制度も創設したそうでございます。返済免除です。はい。山形でもいろいろ取り組んでますね。うん。女性不況と呼ばれておりますね、今も。はい。ま、デザイナー分野の受講の場合、ウェブデザイナー、建築図面、表計算、文書処理など、まあ、自治体確保、次10万円、そういう感じですね。はい。1年以上から半年以上に緩和したそうでございます。まあ、大変なもんですね。はい。というわけで、一人親世帯支援継続についてでした。バイバーイ。